どうかぜチャンネル。実は最近こんなものが発売になりました、シーマのミニチュアミニカーです。すごいですねこれ。すごくないですか。でしかも伊藤和也仕様ってなってるんですけど、これどんなもんかと思うんですけど。ただのシーマ波型とかじゃなくて、じゃなくて伊藤和也仕様って、多分私が乗っているシーマを完全再現したミニカーだと思うんですけど、まあグロリアシーマっていうのもあるんですけどね、これ私が乗っているのはセドリックシーマなので、これが販売されて、なんかなんと昨日TBS のニュースにもなってて、結構あのランキング2位とかで、割と私のなんかツイッターとかにもいっぱい意見が来て、まだ買えるんですかとか、あとは3台買いますとか5台買いますとか、そんなに持っててどうすんのって思うんですけど、意外と高いんですよ。こんなちっちゃいんですけど、はい、4,000円ぐらいするんですよ。でもやっぱり大人の方たちとか昔乗ってたとか、やっぱり思い入れのある方がご購入になるんでしょうね。ありがとうございます。もっと売れてくれると私も嬉しいです。でもね、本当にすごいんですよ。タイヤも回るし、実際私もなんかあのできた完成品をいただいたんですけど、はい、くるくる回るし、まあ、あのこう走ったりはしないんですけど、結構内装もすごい、忠実にできてて、なんか開けてみます、はい、開けてみます。すごいね、成功にできてるんですよね。なんか割と重みもあるし、ガチャガチャのやつも可愛いんですけど、はい、あれはちょっとやっぱりプラスチックって感じなんですけど、これはすごい武装してるの、武装テープです。すごいんですよ、ほらちゃんとしてませんか。すごい。こうで中もこんなちゃんとシートも私が乗ってるシートと同じベージュだし、ハンドルの色も一緒だし、タイヤもこうくるくるこう回ったりとかして、大人が遊ぶおもちゃみたいな、はい、ちょっと子供にはちょっとあの高級なので、まあ、触らせられないなみたいな感じですけど、こう重量も割とずっしりしてて結構嬉しいですよね。これなんか作る過程で伊藤さんが何かこう意見みたいなのか、はい、いやいや、だって車なのでやっぱりね、このトミカさん、トミーテックさんは今までずっといろんな車を作ってこられた会社なので、はい、私が意見をすることなんて何もなかったんですけど、うん、ただこのエンブレムは再現できないんですかって言ったら、はい、これはもうこのパーツちっちゃすぎて無理ですって言われて、これないんですよ。確かに。それだけがないんですけど、やっぱつけてもすぐ取れちゃったりするのかなと思って。で今の車ってこういうのつけちゃいけないみたいで。あ、そうなんですか。そう、昔ほらジャガーとかにもこう表とかついてたじゃないですか。あれがもうなんか禁止されちゃったみたいで、今ボンネットについてるのってないですよ、はい、それだけでもちょっと貴重かなって思うんですけど、まあ、ちょっと実際本物のシーマ買えなかった方にはこれいかがでしょうか。ちょっとね、おトイレとかに飾っといても楽しいかなって、眺めながらトイレ玄関とかに、うちはね玄関に飾ってあります。いいですよね、本当に綺麗っていうか、もうスケール感も一緒ですよね。多分サイズ本当にこう縮小して作ったみたいな、あのどっかがぼってりしたりとかっていうんじゃなくて、まんまちっちゃくなった感じ。なんかいいよね、これでさ、持ち歩けてさ、駐車場いらないってなったら、夢のような話。ボンってなんか押したらさ、バーンってこうなるとか。ドラえもんか。ドラえもんかみたいな。一番のお気に入りポイントはどの辺ですか？やっぱ何？このなんかタイヤがこう回るとこいいですよね。こうやって。いや、本当に綺麗に、精巧に作られてるの。後ろのこうスピーカーみたいな、あ、これもある。うちこの真ん中のねボックスみたいなのがついてるんですけど、はい、買うときにここクーラーにしますかって
飲み物入れて冷たくなるの。へえ。でもうちはそれやんなかったんですけど、そのスペースもでもそのスペースも再現されてて、スピーカーもちゃんとある。すごい、これドア開いたらいいのね。確かに開かないですね多分そういうのやっちゃうと壊れやすいんじゃないですか。あ、もしかしたら。でも裏もほらちゃんと綺麗にパイプとか通ってるよ。それも多分なんかちゃんとやってるんですよね。ね、で、ここ、あのタイヤのスペースもある。タイヤ、スペアタイヤが入ってるんですけど、あそう、トランクに、はいはいはい。今あんまりね、乗っけてるのがジープぐらいしかないと思うけど。これ、スペアタイヤのスペースですよ。すごいよね。細かいですね。芸が細かい。いやー、これはちょっと、手に取ってぜひ見てほしいです。いかがですか？